はい、皆さんこんこにちは、えー、今日はえバイオリンのルーツについて少し、えー、解説したいと思います。えー、これは、えー、私が持っております、えー、マリオ・ガッダっていう人が作ったね、えー、バイオリンで、えー、1980年に、えー、イタリアのマントバで作られたバイオリンです。ね バイオリンって言ったらもう全部この形ですよね。でこれがもうあのこれ以上のものはもう現在の,あの技術を作,る作れないと言われてるのもうこの形なんですけどいつこのバイ,イオリンがこういう形になったかっていうのはを今日,、まあ、今日はちょっとあ探っていきたいと思います。えーえー、まずこの弦楽器っていうのはね、えー、と発弦楽器っていうのと 発言楽器っていうのがありますね。あの発言楽器っていうのはギターとかみたいな、ね、こうこう弾いてこうあの演奏するのをあの発言楽器。えー、一方あの発言楽器っていうのはこう弓でこう弦をこすって引いて演奏する。これはバイオリンとかビオラとかチェロとかそういうのになりますね。この発言楽器っていうのはね。 いつぐらいできたかというと7世紀ぐらいですね7世紀に中央アジアや西アジアなどで騎馬民族が使っていたと言われておりますはい。かなり古いですね7世紀ぐらいにもうそういう殺言楽器ができていったということですよそれが13世紀頃にイタリア、まあマヨリンのメッカと言われてそのイタリアに入ってきたらしいですその技術がね、13世紀頃に それから作られてきて、でもうあの1400年の初めぐらいにね、えー、あのプロトバイオリンっていう言わ,言われてます、ビオロダ・ブラッチョ、えー、あるいはビオロダ・ガンバ、聞かれたことありますかね、ビオロダ・ブラッチョやビオロダ・ガンバなどがもう作られていたと言われてます、1400年の初めぐらいにね。 それらが、えーとまあ、ビオール族って呼ばれていてもうちょっと先にならないとこのバイオリンっていうのは、まあまりないですけど、えー、とそのあっと先ほどあの発言楽器と発言楽器があると言ってましたけどこの発言楽器の中に、ね、リュートっていうのがありますよね。 リュートをまあ主に作ったりしていてでそういう古物商をしていた人にマル,マルティネンゴっていう古物商を、まあ、作,作っておられた、えー、方がいらっしゃるんですそのマルティネンゴっていう人はリュートをまあ作ってたんですよね。 の中の一人に、えー、とアンドレア・アマティ1505年ぐらいから1578年ぐらいに、えーえー、まであのー、生存されてたらしいですけどはっきりしたことをまだわからないらしいですけどねそのアンドレア・アマティですわそのアンドレア・アマティっていう人が、えー、とその、ま、マルティネン号から独立してあの独立して そこからあの,このバイオリンを生んだと言われています現在あのあの残っておりますバイオリンに一番最古のものに、えー、このアンドレア・アマティが作った1564年製のバイオリンが現存するらしいんですよねそれが、まあ、最古のバイオリンですからもうおよそ450年ぐらい前ですよね 450年ぐらい前にもうこのバイオリンが完成されていたんですよこの形がでアンドレ・アマティがまあ開発してあのすごいところというのはあの私は、うん、えっとアンドレ・アマティはあのそれまであのビオール族と言われていたのはこうフレットがあったんですねバイオリンは全部ねそのフレットをなくした えー、それによってまあ、もちろん音程取るのは難しくなりますけど表現の幅がすごく広がったっていうことですよね。あとこのバイオリンは表板裏板があってほんで、えー、っと中に昆虫っていうのが立ってるんですね。でこのバイオリンの弦をこすってこの振動をこのコマをコマを伝ってそれで表板に伝えその表板 の振動をさらに中に中、えー、昆虫というのが立っているんで,す、ね、でそれを振動裏板にも伝えてそれでそのこ内,内部のその音をこう F 字口からこうパッ発するそれ,それでこうきれいで大音量結構この大きさとしては音量出ますよねバイリンでねギターとかに比べてね、えー、この凹凸ですよ凹凸っていうのがこの膨らみ 膨らみをもたらしたのもこのアンドレア・アマティです。それでこの F 字項、これを楽器に取り入れたのもあのアンドレア・アマティで、それまでのあのビオール族は大抵 C 字項になってるんですね。C になってるんですよ。はい。だからすごい画期的な発明をしたんですね、このアンドレア・アマティって人、はいう人ら あの正確に言うとバイオリンは、えー、と400約450年前にもうこの形になってたっていうことですよね。あの有名なあのバイオリンにあのストラディバリウスってありますよねストラディバリウスの中でも黄金期って言われてる非常に素晴らしいバイオリンメシアとかねその辺の素晴らしいバイオリンド,ドルフィンとか。 はい300年ぐらら前に作られてるんですよそれでまあ、300年ぐらい前ってこうこ一般的には言われること多いんですけど実際はこのアンドレア・アマティの450年前に作られてたというのが正しいと思います、はい、現存してありますんでねでちょっとそのアンドレア・アマティからえー、とどういう,う 感じでこうバイオリンが生まれていったかっていうことを広がっていったかっていうことをちょっと図にしてみましたアンドレア・アマティっていうのはねあのクレモナハっていう人の創始者でこのアンドレア・アマティはえっとえー、っと二えー、っとアントニオっていう息子とジロラモっていう息子がいたんですよ。 でえー、とジロラモっていう、えー、息子さんの息子は2人、えー、とも、えーま、バイオリン職人なんですけどねあ継いでるんですけどアンドレアのねでジロラモの方は、えー、と14人、えー、子供がいたらしいですよえっ、ーえー、と初婚で、えー、5人、ね、で再婚で9人の子供をもうけてます 3番目の息子にね、あの、有名な、ニコロ・アマティっていうのがいるんですよ。ね、ジロラモの、だからアンドレ・アマティの、えっ、ー、と、えー、息子、ジロラモの、えー、息子がニコロ・アマティだから、孫になりますよね。孫がニコロ・アマティですよ。あの、有名ですよね、ニコロ・アマティ三大、三大バイリーの一人,人ですよね、ニコロ・アマティ えー、ニコロ・アマティ、えー、とアントニオ・ストラディバリーですねそれでガルネル・デ,デルジェスこの3人が、まあ、3大名工と言われておりますがその1人のニコロ・アマティがいます、えー、とそのニコロ・アマティの、えー、とお弟子さんにあのア,ントアントニオ・ストラディバリーがいて、まあ、あとアンドリア・ガルネリフ,フランチェスコ・ルジェリジョヴァンニー・バッティスタ・ロジェルリ パオロ・グランチーノなどが、えーえー、お弟子さんにいました。で、そうですね、このニコロ・アマティの,あのお弟子さんやったと言われてますね、あのアントニオ・ストラバリ,パリバは。だから、えーあ、ニコロ・アマティの、えー、お弟子さんやったと言われてるね。クレモナ派って言われてるんですね、一般的に。 えーとその息孫にニコロ・アマティがいてそのお弟子さんにアントニオ・ストラディバリがいたってことであの大きいこうクレモナ派の中の,あ,のあれですねあの職人の方ですよね。はい、まあそれでまあえっ、ー、と一つのクレモナ派っていうのですけどもう一つ大きい。えー にえー、ブレシア派というのがあってそれは、えーえー、アンドレア・アマティよりもちょっと年下なんですけど35歳年下かって書いてたかなガスパロ・ダ・サロっていう人がいるのねガスパロ・ダ・サロ、えー、この人は、えー、ブレシア派、えー、創始者で、えー、1580年から1630年まで出演、えーまあ、されてて。 そのお弟子さんではないですけど、まあ、ジョバンニ・パオロ・マッジーニという人が、えー、ガスパロ・ダ・サロに影響を受けたと言われております、えー、さらに、えー、とその影響を受けたの中に、えー、先ほどの,あのニコロ・アマティのお弟子さんのアンドレア・ガルネリの、えー、孫にあたります、えー、ガ,ルネルガルネリ・デルジェスです いわばストラディバリとも双璧と言われてますねこのガルネル・デルジェスは、えー、とこのガスパロダサロダサの、えー、とブレシア派に属すするらしいです血筋としてはクレモナ派の,あのそうですねあのアントニオ・アンドレア・アマティのあ子族なんですけど影響は、えー、とガスパロ・ダ・サロブレシア派の影響を受けていると言われております。 ちょっとややこしいですけど、お分かりいただけましたでしょうか <laughs>。はいまあ、それが三大、先ほどお伝えした三大バイオリン創始者、名校ですよ、三大名校。ええー、と、ニコラ・アマティ、アントニオ・ストラ・ディバリー、それで、先ほどお伝えした、ガルネル・デルジェス、ね。 えー、それが3代なんですけどもう一人付け加えるとしたらヤコブ・シュタイナーっていう人も、えー、と有名らしくてバッハやモーツァルト、えー、とあとヘンデルなんかもこのヤコブ・シュタイナーを、えー、演奏したことがあると言われております。まあ、それぐらいすごい、えー、名,名称やったと思うんですよ、ねはいということで、えー、本日ね私これ参考にさせていただき まました本があります中澤さんという方が、えー、書いておりますね「修復家だけが知るストラディバリウスの進化」っていうこの本を、えー、参考にして今日は解説させていただきましたはいちょっとあの簡単にまとめてねはいえー、本日は、えー、とバイオリンのルーツについて、えー、少し解説させていただきました ためになったと思われましたら、えー、ああと、えー、嬉しく思います。はい、本日もご視聴どうもありがとうございました。